確かにね、ずっとマスクしとったからね、非公式で。苦しかった、話してる時とか。でもしょうがないよね、もう今は。こんばんは。可愛い髪をしたんですが、もうね、帰ってくる頃にはボサボサでした。イエイ。本当にめちゃくちゃお酒に見えるけど、みちょのお酢の炭酸で割ったやつです。混ぜてるので、いろいろと 形から入るやつ。 ニコニコ、ニコニコ生配信ありがとうございました。確かに久しぶりにさ、下ろしたよね、髪の毛。そう、まつげね、今ね、まつげ美容液塗ったらめちゃくちゃ伸びてん。効果がすごい。あ、そりゃメール送ろうと、ちょっと今メール打ってるので、やばい、言わないように気をつけなきゃ。もう写真が全然なくて。大人っぽいって。そう、でもね、全然耳にかけただけやねんな。最近くくってたからね。あ、すっぱ。よし、おくぴ。 このワイングラスはね、100均で買ったやつで、親友となんかちょっとワイン飲んでみたいねとか言って、500円ぐらいの安いワインを買って、ちょっとワイングラスって雰囲気やろうよって言って飲んだけど、もうめちゃくちゃまずくて、おばあちゃんにあげたっていう話。そう、ワインに憧れあるねんな。なんかワインをヨーロッパとかで飲んでみたい。おばあちゃんがあげたら、おばあちゃんが喜んで飲んでて、なんかいつかおばあちゃんとワインをなんかおしゃれなお店で乾杯するのが夢になったかもしれん。そうだね、メイクも髪の毛も昨日の足とは全然違うね。メイク今日ピンクメイクしてるね。
11時になったら755の返信タイムをここでリアルにしようと思って。うわお寿司食べたい。刺身嫌いやのにお寿司食べたいっていう謎の現象。今日はね、風強いね。あれよ、ああ、そういうこと？クーラーもつけてない。今寒くて帰り道。なんかいろんなメイクとか髪型とかお洋服が似合う人になりたくて、そんなにいつもなんかこういう系統って決めないようにしてる。そうだね、今日は大富豪配信はお休みしようかなと思って。いつも最近ショールームやったらさ、大富豪ばっかりやってたからみんなと全然お話できてないなと思ったから、今日はゆっくりお話ししようかなと思って。よし、755の返信タイムしよう。いつからやるって言ったっけな。誰に返信しようかしら。リアル返信。怒ってるってコメントされた。怒ってないよ。嘘、怒ってる。できるだけいっぱい返そう。コメントが返ってこないと思いますが、あえて書きます。コロナ禍が収束したら何がしたいですか。近くクルーのいいところをあげるなら何ですか。お、なんか2つ来たぞ。よし、何、収束したら何がしたい。もう一番は握手会じゃない。握手会でみんなと直接会いたい。個人的なことを書くと、書かへんねんけど、個人的なことだと、旅行行きたいかも。飛行機に乗って旅行行きたい。近く来るのいいところは、ほんまにいい人、ほんまにみんなが笑顔に合う。みんながね、優しくて仲間思いかな。いっぱいあるけど、山ちゃんの手羽先の秘伝の黒手羽先食べたことあるかな。ないここで直接答えるのもあるけど、ない。食べたい。
あ、やばい。答えてる途中で横にやっちゃった。あ、またやっちまった。してください。よ、あ、そっか、公園がね。でかーちく、明日公園あると思っとって、めちゃくちゃさ、ずっと今日立ち位置とか振りを復習しとったら、泉に今日会って、え、明日ないですよって言われて、えー、ってなって、ちょ、ほんまにさっき気づいてんの、あると思ってた。明日一人で劇場行ってた、もしかしたら。ほんまにね。次は22日か。みんなさ、ポジティブ思考やねん。やばい、恥ずかしすぎて見たくない。昔の DVD 見てるよって言われて、初めてのコンサートは SSA かな、2014年だね。もう死にそうだった時、覚えることが多すぎて、それがあったから今どんなにコンサート大変でも乗り越えられるもん。敵役するならどんな設定を希望する？敵役なら何でも。大富豪でね、目指してる役柄なんで。現地でトーク会行くよ。待ってます。なんかでもさ、今の状況見て9月どう、怪しいけどね、怖いけど。今のところ10月のハロウィンは、あの、仮装するのと、コスプレ仮装かするのと、11月は生誕 T シャツ、もうめちゃくちゃ自信あるので、生誕 T シャツ楽しみにしててください。ね、今日のメニューは牛丼です。お腹空いた、食べてへんねん、ご飯。チーズ牛丼とかしたくなっちゃう。遠く帰んね、関西ないの悲しいよな。あ、もう関西行きたい。頑張ります。やっぱりさ、自分がそのメンバーに入ったら、選抜に入ったら、関西でね、開催されるっていうこともありえると思うので、頑張る。え、明日の夜ご飯何がいいかな。だって、うん、明日の夜ご飯は、うん、親子丼。親子丼。かわいい、車でスマホつなげて音楽聴けた、ナイス。嬉しい。すごいの披露してくれる。バズーカ砲発射が好きで、通勤の車でリピートして聞いてる。いいよね、なんか今の S に合ってるよね。 S にぴったりやんな。嬉しいな。だいたい可愛いよね。しかもバズーカ振るってさ、初めて歌ったし、今まで入って。うん、固まった、動いてるかな。一日中オフの時何してることが多いの？ネットフリ見てる。ネットフリ見てるかな。
昨日の観覧車で身長の話題で地下の名前聞けたって、嬉しい。なんか自分がおらへん時に話題になってるの嬉しいよね。あ、東京リベンジャーズ見た。東京リベンジャーズ見たよ。山田裕貴さん名古屋出身。見たよ、もうドハマりした。素敵すぎた。もうなんかアニメから実写、そのままなんかそっくりそのままその人が出てきたかのような実写で、なんかまた続編出たら楽しみだな。もうめっちゃ面白かったな、この東京リベンジャーズ。いや、みんながハマってるから、いや絶対ハマらんわっていう気持ちで見たらまんまとハマってて、なんかなんだろうね、素敵。あの仲間思う気持ちとかだったり、スタッフの新作パイン美味しかったよ。パイン美味しかったよ。パイナポー、白馬の行ってきたよっていうツイートも見てます。あ、世界のスーパーヒーローの手羽先のあのびっくりするシーン、リアルシーンみんながすごい好評で恥ずかしかったけど、いやそうそう好評で何より、そう、あの手羽先はスタッフさんがね何回もタイミングよくやってくれとってん、実は。明日も雨だよ。明日もお天気気をつけて。今日なんか昔朝昼晩しっかりご飯食べとったけど、最近もうなんか動かんから、まあ動かんっていうのもなんか一日お家の時もあるから、そういう時は食べへんくなったね。今日はね朝昼お昼に、お昼かしかもお昼ご飯朝食べず、お昼ご飯にヨーグルトとスコーンとお菓子食べたぐらい。お菓子つまんだかな。ご飯っていうご飯食べてない。でも昨日いっぱい食べたんだよね。いっぱい食べたから今日は控えようと思って。明日試験って、頑張れ頑張れ、チカが応援する。届け同窓会の抽選、当たりますように。当たるよ、当たりますように。みんな同窓会受付中なので遊びに来てね、無理はせずに。あ、13周年記念グッズのイラストいいねって。でしょー、鳥鳥、あれチカがさ期待してる鳥の、かわいいでしょ。麻婆豆腐とエビチリどっちが好きですか？エビチリいいね、こういうなんかくだらへんって言ったらないあれやけど、
こういう質問もたまには。今トーク会の申し込み受付中なので遊びに来てね。私服に思うのはどんな時？なんか幸せってことでしょ。でも最近お家のソファーで寝転がってる時が幸せかも。メンバーとタコパしたことある？あるに決まってます。イエイエイエイ。秘密。地下の本音が。漏れちゃう。あ、チームガチャが始まったらダメ元で回したら S ガチャで地下が出たよ。お願いします。チカちゃんデッキお願いします。おかえり。チカちゃんがリピートしてしまう曲はありますか？最近はそれこそ東京リベンジャーズのエンディング曲をねずっと聴いてる。チカちゃんはピースしてる手を顔のどの辺に持ってくると可愛くなると思いますか？どうだろう。この辺にしちゃう小顔効果。でもこういうのもよくやるよね。はい、実践編でした。これは。ピアスプレゼンうますぎて苦笑。それな。あら。みんなの体調が一番です。待ってます。9月は周年埼玉ちゃんトーク会。トーク会久しぶりすぎて話したいこと多すぎてミスらないように気をつけるね。どんなミスするね。どんなミス。ゲーム大変だったね。ほんまにそれもう無理やった。あれほんまにね、あーってなった。夏祭りに行くときは浴衣着る？着ない派だったけど一回ぐらいなんか今の20歳になって着たいな。可愛い浴衣お家にあるので可愛い浴衣着たいがために。今月公演多め。そう、今月公演たくさんあってん。こればっかり気長に。ほんまにたくさんあったのにいっぱいやって。あ、Oh my God。 なんかちかこさんからジョーカーとか2とか交換でいいカードもらうこと多い気がする。気がするだけ。意地悪する。するだけ。頑張りましょう大富豪も。あやかはどんな人ですか？あ、それあやかのツイートあげようと思った。後であげよう。あやかはね、ちかが今後輩で一番仲いいんじゃないかってぐらい。カノが卒業するってなって一緒にずっと話しとってんけど、すごいチカが彩香のこと多分めちゃくちゃ信頼してるし、話しやすいし、なんかふざけてて考えてなさそうに見えるけどしっかり考えてて彩香の意見言ってくれたりするところが好きだし、
なんか抜けてるところが違う、好きなんだと思う。ずっとケラケラ笑ってるね。年齢はね、1個下かな、あやかが。あやか誕生日何欲しいやろ。あ、最近大人に見えてきたけど幼いままでいいんだよって。じゃあみんなにいっぱい甘えちゃおう。丸っていうところにちょっと重さを感じてくれる。今日はピンクメイク、メイクしてる。好きなカスタムスタバ教えて。なんかね、氷とかは、あ、氷少なめにするとちょっと多めにミルク入れてくれるからおすすめです。氷少なめおすすめ。なんかお得感の声立ったから全力で振るね。嬉しい。見つける、全力で見つける。バナナフルーツサンドとバナナスムージーが好きですか。ちょっと待って、この2択ここで答えよう。バナナ好き。最近チーズケーキヨーグルト好きだね。乳製品。好きなドラマある？最近見てないな。最近僕のヒーローアカデミー、ヒロアカ見出した。ちゃんと流行りに乗る。すっぴんがやばいのはあなたですって言われた。よし、一旦終わろう。20分もやってた。早すぎん？ちょっと一旦終わろうかな。ありがとうございます。ちょっと返せなかったのもあるけど、そろそろ終わろうかな。ちょ、30分くらい経ったので。弾丸配信、返信タイムありがとうございました。また今度は755どっかで募集したのをインスタライブとかでもできたらいいな。明日は水曜日、明日もお天気悪いみたいなので気をつけてください。トーク会、現地でトーク会の日程が今日から受付始まったので、無理はせずに安全第一、元気一番、健康一番で遊びに来てくれる、もし来ようかなって方は対策バッチリして待ってます。あのオンライントークの方も受付中なので、ぜひそちらも遊びに来てくれたら嬉しいです。ライフ号も頑張りましょう。プレイ半分過ぎてやりたい役をつかめれるようにお願いします。お力を貸してください。ニコ生からのありがとうございました。みんな、またね。またします。おやすみ、バイバイ。明日も頑張ってね、みんな。バイバイ。弾丸配信ありがとう。